大和型小海艇は、韓国海軍の小海艇の艦級、シードルフィン級として、輸出市場にも提示された。なお、当初は先行する試作艇と同様に仮型と、称されていたが、よりぶばった、艦級名が求められたために解明されたという経緯がある。1968年の選挙で、アメリカ合衆国大統領となったリチャード・ニクソンは、 米中接近の一環として、1970年3月、差し当たり在韓米軍の一個不評手段の撤退を決定した上で、追加的に相当規模の削減を模索することを決定した。しかし、同年6月には、公開において、大北放送を行っていた韓国海軍の放送船が、北朝鮮の昇海艇によって逮捕される事件が発生するなど、依然として、 北朝鮮の脅威は深刻であった。このことから大韓民国では自主国防が勝利の急となった。アメリカ合衆国と協議の上で国軍現代化後可燃計画を策定。1972年12月29日には国防目標を制定し、1973年3月5日には防衛産業育成のため特別法を制定した。 そして1974年より、戦力拡充のための発火年計画として、クリア計画が発動された。この計画の一環として建造されたのが本型であり、最初の契約が1976年11月に締結された後、13時にわたって発注された。本型は、やや先行して計画されていたツバメ型 PK よりも、 一回り大きな PKM として計画された。最初期型は全長33.1メートル、排水量141トンとされ、また1982年に発注された5時、事業建造分からは全長37メートル、排水量157トンに改定された。円型に準じた高速性能が要求されたことから、手記はこれと、 同系列のムツ1 6ト5 3 8 t b 9 0が用いられている。出力は最大1 8 0 0馬力に強化されており、当初は最大速力38ノットとして設計されたが、実際の最大速力は34ノットとされている。当初は先行して試作された仮型ミサイル艇と同様に、エグゾス MM38 艦隊艦がミサイルを、 搭載することが計画されたものの、本計画を講演していたアメリカが、フランス製兵器の搭載に難色を示したために、実現せず、方向兵器のみを搭載することになった。1から4時事業分では、選手甲板に75ミリ3 0トル機関砲を、連想に配したベーマーソン社製の有人砲と、後部甲板室上に70ミリ2 0トル機関砲の、 炭装砲が、戦尾乾板に、マーク、340mm 炭装機関砲の解放砲が、を、搭載した。続く5から9時事業分では、抵抗部の武装を有人砲棟式の 20mm、多方新機関砲に、また最後機型にあたる10から13時事業分では、監視砲を有人砲棟式の60ミリ 40mm、炭装機関砲に変更した。ありがとうございます。